ハイセンスな楽曲が話題を呼び、世界中から注目を集めている NCT イリチル。今回は NCT イリチルのブレイクまでの軌跡を紹介します。彼らはテイル、テヨン、ユータ、ジェヒョン、ウィンウィン、マーク、ヘチャン、ジャニー、ドヨン、ジョーンの10人で形成された男性ダンス&ボーカルグループだ。このグループが誕生したのは2016年のこと。韓国のエンターテインメント会社が NCT というボーイズグループを結成すると発表した。なお NCT はネオカルチャーテクノロジーの略。解放と拡張というグループテーマを掲げ、活動グループメンバー数の制限がないという斬新な次世代グローバルグループとして結成されたのだ。そしてこのグループの特徴は、世界各国を元にした複数のチームに分かれている点。 NCTU、NCT イリチル、NCT ドリーム、レイシェン V の4チームがあり、 NCT イリチルには日本、韓国、アメリカ、カナダといった国籍のメンバーが集結している。ちなみに127という数字はソウルの経度である東経127度線が由来だ。デビュー当初はテイル、テヨン、ユータ、ジェヒョン、ウィンウィン、マーク、ヘチャンの7人がメンバーとして公開され、翌年の2017年にジャニーとドヨンが新メンバーとして加入。2018年にミニアルバムチェーンで日本デビューを果たすや否や、日本ビルボード週間アルバムチャートで1位、オリコンウィークチャートで2位を獲得した。そして新たなメンバーとしてジョンウも加入。こうして現在のメンバーである10人全員が揃った。 NCT リチルのリーダーは韓国出身のテヨン。子供の頃は大統領や宇宙飛行士、消防士といった職業に憧れていたが、街中でスカウトされて芸能界に足を踏み入れた。そして愛国歌やポッピンダンスを披露し、オーディションに合格。練習生として公開され、魅力的なルックスと存在感で周囲の目を引いていた。そんなカリスマ性のある彼だが、自分がリーダーだという自覚は持ち合わせていない。それぞれのメンバー、いろんな可能性を持っていて、道を切り開いていく力があると捉えているのだ。そして甘いものやファッションが好きという一面も。特にファッションに関しては、幼稚園の頃から両親に買ってもらった革のベレー帽をかぶり、革のジャケットを着るほどの筋金入りだ。そしてメインボーカルのジェヒョンは韓国出身の人気メンバー。4年ほどアメリカに住んでいたため英語を話すことができる。その上クラシックピアノや水泳、ゴルフ、バスケなどを習っており、ピアノとスポーツは得意。さらに料理の腕前もかなりのもので、メンバーからは何でも完璧にこなす万能な人と言われている。しかしこれらは全て彼の努力によるもの。ジェヒョン自身も自分に対して完璧になりたくて努力をするタイプと述べている。そして NCT イリチルには日本人のユータも所属している。大阪出身の彼は14歳の時にテレビで東方神起の活動を見て感動。ダンスや歌の経験はなかったが、東方神起への憧れを胸に日本で開催されたオーディションに参加した。そして見事合格し、16歳にして単身で韓国へ。現地での厳しい競争を勝ち抜き、日本人初の NCT イリチルのメンバーとしてデビューしたのだ。今では大阪人ならではのユーモアでメンバーから愛される存在に。ファンからの人気度も高く、2021年にはインスタグラムのフォロワー数が日本人の男性タレント1位となっている。その他、韓国系カナダ人のマーク、韓国系アメリカ人のジャニーなど、さまざまな国籍のメンバーが在籍。メンバー全員がダンスや歌における高いスキルを持っており、2021年発売のミニアルバム「ラブホリック」はオリコン週間アルバムランキングで1位、月間アルバムランキングでも1位に輝いている。それぞれの個性と才能を発揮し、日本だけでなく世界中のファンを魅了している NCT イリチル。彼らの勢いは今後もますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。